はい、ケンケンです。今日は生豆からコーヒーゼリーを作っていこうと思います。生豆を自家焙煎してネルドリップで抽出して、それでコーヒーゼリーを作っていこうと思います。はい、まずは焼いていくんですけど、焼く前にハンドピックですね、やっていきます。虫に食われちゃってる豆とか欠けちゃってる豆をここで取り除いていきます。あ、言い忘れましたけど、今回タンザニアを使ってます。はい、こんな感じですね。結構いっぱいありますね。ハンドピックした欠点豆は後々何かに使おうと思ってるので、とりあえず保存してます。はい、じゃあこんな感じでね、生豆の準備が完了したので、それでは焼いていきたいと思います。はい、それではね、早速焼いていこうと思います。焙煎度合いは今回はシティローストぐらいを狙おうと思います。この豆は何回かテスト焙煎してみたんですけど、シティローストぐらいが一番甘みがしっかりしてて美味しかったので、シティローストでいこうと思います。鍋焙煎ね、意外と簡単にできるので、皆さんぜひやってみてください。自分で焙煎するとコーヒーについてもだいぶ詳しくなると思うので、おすすめですよ。はい、じゃあこんな感じで2ハゼがちょうど来たぐらいですねに入り止めました。今回も綺麗に焼けましたね。はい、こんな感じです。じゃあ茶風をしっかり落として焙煎後のハンドピックまでやっていきます。はい、これぐらい取り除きました。それでは焙煎完了しました。こんな感じです。だいぶ綺麗にできたのではないでしょうか。それではね、今回ネルドリップで入れていこうと思います。私はネルを冷凍保存で保管してますね。多分一番楽な保管方法なんじゃないかなと思ってるんですけど、皆さんどうしてますかね。使う豆の量は 25g、 抽出量は 250ml を落とします。最終的にゼリーになるのでちょっと濃いめに抽出しますね。引き目なんですけど、ペーパードリップの時と同じぐらいの引き目です。私のポーレックスのミルでいうと7ノッチ解放したぐらいですね。はい、それでは入れていきます。湯温は93度ぐらいですね。めっちゃカプリコですね。焙煎したて
引き立て、豆の量多め、油温高めなんでがっつり膨らみますね。膨らめばいいってもんじゃないんですけど、やっぱり膨らんでくれると入れるのがなんか楽しいんですよね。それではしばらくカプリコをご覧ください。今回ネルドリップを選んだ理由は、最終的にコーヒーが冷え固まっちゃうので、ゼリーになった後でもしっかりコクが出るようにネルドリップを選びました。落ちた量が 250g になったらドリッパーを外していきます。はい、じゃあゼラチン入れていきます。詳しいレシピは概要欄の方に載せておきますので、そちらを参考にしてください。ずっとコーヒーゼリーが作りたくてゼラチン探してたんですけど、コロナの影響もあってかなかなか売ってなかったんですよね。最近やっと店に並び始めたので今回作ってみました。少し甘みも入れたいので、パルスイート、カロリーゼロですね。減量中なんで量は 20g 入れます。砂糖とかグラニュー糖でも大丈夫だと思います。というか本当はそっちの方がいいと思います。砂糖とかグラニュー糖だと3倍の 60g ぐらい入れてください。さあしっかりかき混ぜてね。あとは容器に移し替えて冷蔵庫に入れて冷やし固めるだけです。簡単ですね。はい、こんな感じで移し終えました。見た目いいですね。それでは冷蔵庫に入れて寝ましょう。おやすみなさい。はい、次の日になりました。しっかり固まってますね。うん、いい感じです。本当は生クリーム入れたかったんですけど、原料のことを考えて牛乳で我慢します。はい、こんな感じで完成しました。自家焙煎コーヒーネルドリップ原料コーヒーゼリーです。はい、それでは食べていきたいと思います。めっちゃうまかったですね、これ。タンザニアの甘みとネルドリップのしっかりとしたコクがちゃんと出てて、
それにミルクがかかることでその2つをしっかりと際立たせてくれてますね。私コーヒーゼリー初めて作ったんですけど、めっちゃうまくできましたね。完全に自分史上最高のコーヒーゼリーを作ることができました。めっちゃ美味しそうじゃないですかこれ。どうですか、食べてみたいでしょう。これでカロリー牛乳分だけですからね、 50ml ぐらいですかね、 30kcal ぐらいです。最高ですね。ゼリーになっても意外としっかりとコーヒーの風味が残るんだなって思いました。しっかりとタンザニアの豆の特徴が出てて、他の豆で作っても面白いかなと思います。はい、というわけでコーヒーゼリー作ってみた動画でした。動画を見てね、いいなと思ってくださった方はチャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter と Instagram も毎日更新してますので、概要欄のリンクから飛んでフォローよろしくお願いします。それでは次のコーヒー動画でお会いしましょう。ではまた。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは最近コーヒーにハマった私の普段の感じを垂れ流していこうと思っています。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた。